ヘンリー・マストン・ムリニクスはアメリカ合衆国の軍人、海軍少将。ムリニクスは1892年7月4日にインディアナ州スペンサーで生まれる。1909年にアッティカのインディアナ高校を卒業した。彼は学級の委員長であった。1916年に海軍士官学校を卒業、駆逐艦、バルチに勤務し、 第一次世界大戦の間は、アイルランド沖で偵察を呼び、護衛任務に従事した。グリッドレー及びブルックスで勤務した後、ムリニクスはアナポリス及び MIT で航空工学を学び、1923年に理学修士号を受け取る。フロリダ州のペンサコーラ海軍航空基地で飛行訓練を受けた後、1924年1月11日に、 飛行士に任命された。彼は海軍機の空冷エンジン開発に従事した。様々な沿岸での任務のほか、彼はサラトガ及びライトで勤務し、1924年から41年までアルベマール艦長を務めた。ムリニクスは1943年4月からサラトガ艦長を務める。8月22日に少々に昇進、空母部隊の指揮官となる。 1942年11月24日、ムリニクス少将の座上するリスカムベイは、イマイナス175の雷撃を受けて、マキントー近海で撃沈される。1年後、ムリニクスの死亡が宣告され、その、際立ったイニシアチブと優れた、指揮能力を称えて、レジオン・オブ・メリットが授与された。1957年、 フォレスト・シャーマン級駆逐艦の11番艦が彼に、ちなみ、ムリニクスと命名された。ありがとうございます。